力試しをしないか。刀比べは誰でも迎え入れる。かような時に力試しだと。かような時だからこそ楽しみがいるんだろう。それに木刀で戦うから怪我もしない。大義がなくては争わんぞ。大義ねえ。褒美なら出してやろう。勝てればの話だが。さあどうする。勝負はいつでも始められるぞ。稽古をするのも悪くはないかもな。腰の太刀に敬意を表してお前をこう呼ぼう。一刀と。いいか、参加する奴らは皆それぞれ型が違う。強みも弱みもな。さあ早く選べ。皆待ちわびてるぞ。鉄の刀か。腕が足りん証だ。太刀は戦にのみ使う。お主には木刀で十分。木刀で人を突き殺したことがある。13の頃だったな。それは自慢なのか。それ以来大勢を倒してきた。過去は聞き飽きた。今の力を示せ。一刀と甲斐の勝負。
突き殺してやるよ。刀比べの始まりだ。まずはこいつ一刀。対するは荒くれの海賊カイ。殴っても蹴っても許される。先に5点取った方が勝利だ。始め。下がれ。後ろへ一刀に1点。始め。待て。離れろ。一刀に1点。始め。分かれ。後ろへ一刀に1点。始め。やめ。双方下がれ。一刀に1点。始め。お願いがあるんだよ。私に勝たせてくれ。子供が9人もいて、夫が病なんだ。褒美が欲しい。これがなりわいでは。油売りだよ。みんな仕事だったからね。戦いに慣れてるだけ。頼むよ。8人の子が腹を空かせて待ってるんだ。9人だと聞いたが。気づかれたか。じゃ、あんたを潰すしかないね。一刀と竹の勝負。私に従えばよかったのに。刀比べの始まりだ。まずはこいつ一刀。対するは知能は9度竹。殴っても蹴っても許される。先に5点取った方が勝利だ。始め。待て。離れろ。一刀に1点。始め。ダメ。双方下がれ。竹に1点。始め。待て。離れろ。一刀に1点。始め。分かれ。後ろへ一刀に1点。始め。戦いの中にこそ安らぎがある。
かようなところに僧がいるとは。これも修行の一つだ。自暴が海賊に襲われた折、私は鉢で奴らを殺めてしまった。不摂政の会を破ったか。ああ、しかし悟りに近づけた気がした。戦ってくれ、あの光をまた見たい。一刀と王安の勝負。光栄の極み。刀比べの始まりだ。まずはこいつ一刀、対するは破壊僧王安。殴っても蹴っても許される。先に5点取った方が勝利だ。始め。気概のほどを見せてもらったぞ。だがそれもここまでだ。あいつを見てるようだ。誰かに似ておるか。息子だ。もし生きていればあんたほどの年だ。身内を失う辛さはよくわかる。息では普通さ。息子と釣りをしてたら賊に襲われてな。なんとか釣り竿で懲らしめたが、海は血の赤で染まってた。その色がとても綺麗だな。怒りと悔いをここで晴らしたいようだな。あんたも同じだろう。だが勝つのはどちらかだ。一刀とミサオの勝負。血の色を見せろ。刀比べの始まりだ。まずはこいつ一刀、対するは赤き漁師ミサオ。殴っても蹴っても許される。先に5点取った方が勝利だ。始め。離れろ。一刀に一点。始め。当たれ。後ろへ。一刀に一点。始め。待て。離れろ。一刀に一点。始め。一刀に一点。始め。勝ったのは一刀。
息子と戦ったかのようだ。これが終わったら東の岩場に来てくれ。そこで赤い染め物を売ってるんだ。剣の達人にふさわしい色さ。一刀あっぱれだ。腕があるとは思ってたが、ミサオを倒すとは。フカが認めたのもうなずける。褒美を忘れるな。忘れちゃないさ。一刀よくやったな。まるで飢えた獣ものだな。あの太刀、侍どもが持ってたのに似てるぞ。俺たちが追い払った侍どもか。